はい、皆さん、ですね、先ほどの動画に引き続き今度は電車を走らせてみたいと思います。街をきれいにできましたからね、ちょっと楽しみです。今日走らせる電車はまずは、画面向かって右側からスカイライナー、そして湘南新宿ライン10両編成、そして DD51 ね。ちなみにこの DD51 は電池が大きいです。はい、この3種類をですね走らせたいと思います。これ工事車両からこれね、ずっとこう行ってもらってね、ずっと行ってこのフェラーリで、フェラーリですよ、通ってこれワンちゃんや、ずっと行ってですね、で東京駅の前を通過してずっと行って今度上に上がっていって鉄橋が出てきます。でずっと行って東京駅に止まると、はい、そういったルートで作ってみました。こんな感じですよ、全体像こんな感じですよ、全体像ね。はい、それではこれから走らせてみたいと思います。走り出し、春も止まらない。今まで
ということで、皆さん、ルーニーズプラプラプラレール第1弾いかがでしたでしょうか。いやー、なかなか子供たちすごいね。よくみんなあんなにあっさりとすごいレイアウトで作れるね。正直言ってびっくりしました。意外に大変でした。ただまた次回ですね、すぐにやりますので、もっとパワーアップしたプラレールができればいいなと思ってます。では皆さん、また次回お会いしましょう。じゃあね、さようなら。チャンネル登録お願いします。じゃあね、バイバイ。うわ、これマジで疲れた。これちょっと他の撮影とは全然違うわ。これ手間暇がすごい。しかも撮影終わって終わりじゃなくて、これを片付けないといけないのよ。いやー、サンキュー、どこにいるの。